こんにちは、白川隆二です。阿部俊晴です。はい、先生、出版おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。おかげさまで美しい合気道、角川より発売しました。いや、俊晴くん、はい、阿部くん、あの北川先生の動画見ました？けしからん動画見ました。あのけしからん動画でしたね。あれはけしからんけしからんです。けしからんです。あれはけしからんでしたね。だから北川先生がまたいきなり動画上げたので、はい、私もドキドキしてたんですけども。確かに、ためありますもんね。何も言わ仕掛けてきます。そう、仕掛けてくるので、はい、いや、びっくりしましたね。北川先生出版、ほら、システマの本11冊もさ、ね、あの出版していて、しかもライターの仕事もさせたので、はい、まあ本のこと詳しいですね。なんか視点がやっぱり一般の人と違うというか。違います。違いましたね。北川先生の鋭い視点、もう北川先生ありがとうございます。ありがとうございます。鋭い視点だったね。なんかそういうところ見るんだなっていうふうに思いました、うん、いや、この本っていうのはあの普通の本と本当に違くてですね、はい、あのオールカラー、しかも上質紙ってなかなかその出版業界的にも一番嫌がられることなんですよ。なぜかっていうと、やっぱり利益が出ないからってことなんですね。で、だこのフルカラー上質紙にするにはやっぱね、コストかかりますし、これコデックス製本といって、こう開くやつなんですよ。これすごいですよね。そうなんですよ。これ糸とじ製本といって、どのページ開いてもそこのページでとどまるという、開くんですよ。そう、これなんです。これなかなかないですね。ないです。いろんな部署。これをだから私はずっとこだわってて、これを出せる出版社を、はい、っていうふうに、ね、探したんですよ。はい、素晴らしいこだわりなんですよ。北川先生がやっぱそれ分かってくれて、あ、もう言ってましたもんね。嬉しいですよ。そう、あの普通のこう本より本当4倍ぐらいコストがかかったので、本当に角川さんの協力がなければもう絶対実現しなかったので、はい、もう北川先生の愛を感じました。あ、確かに、うん、ありがとうございます。北川先生、ありがとうございます。この本ね、思い出たくさんあるんじゃないですか、俊晴くん。いや、でもそれ過酷な撮影だったというか、撮影、そう、撮影もうめちゃめちゃね、大変でしたよね。大変でした。でこの本ちょっと見ていただきたいんですけど、見てください、細かく。何がすごいって、これよく言われるのが、この連続写真動画から切り抜いてるんじゃないですかってよく言われるんですけど、うん、はい、そんなことないんですよ。これ細かいところ見てください。これ畳の線こう揃えてますよね。綺麗ですよね。これちゃんと動画用と写真用と、あの分けて撮影してます。でこの角度だけじゃなくて、実はあの載ってないいろんな角度があって、写真は1万点以上ってです。膨大な、膨大でしたよね。膨大だった。膨大でした。何枚撮ったんだろうっていう。もう気は遠くなりましたね。それから何をしてるんだろうっていう意思がありました。でも時間がなかったからね。いや、それもう、すごかったです。すごかったよね。何してるんだろう。後半、途中後半で意識失うぐらいの膨大に撮りましたね。だから細かい、こう角川さんの細かい仕事がね、あるんですよ。プロでしたね。プロでした。プロの仕事です。動画も別撮りでね。別撮りで撮りました、本当にもう。大変だったね。大変でした、本当に。動画もレンズを毎回ね、変えたり、角度変えたりするんですよ。で、1回とかじゃなくて、あれ、何回、角度変えるので、あれも一つの撮影で、すごい時間かかったよね。気は遠くなりましたね。気は遠くなるよね。気が遠くなって、なんかやっぱ受けの人とかね、ちょっと、いや、でも先生が一番ね、あのずっと、まあ確かにずっと立ってたから、はい、先生かなり今回の本は遊び心が、そう、実はですね、あのこう分かりやすいだけじゃなくて遊び心も入っているんですよ。例えばですね、これです。遊び心というか、ほら、阿部くんの、先生阿部くんの写真が、私の写真が、ありがとうございます。拡大して部屋に飾ります。でもこれ綺麗でしょ。綺麗です。いや、これもちゃんとスチール写真で、いいですね。もうちゃんとね、動画だけじゃなくて、動画とスチール写真全部分けて綺麗に撮ってます。ありがとうございます、本当に。阿部くんたちの紹介、これはでもね、熟成紹介もまた見、ね、ぜひ近くで見てほしいよ、ね、見てください、ぜひね。はい、これ執行のページに、なんと通常の執行以外でもこう QR コード見てください。これを QR コードを今携帯で当ててますね。 QR コード携帯にこうです、当てて動画が見えるんですよね。素晴らしいです。そうです。でそれだけじゃなくて、おまけで回転執行まで入っているので、それはぜひね、あの QR コード当てて見ていただきたいと思います。お化けと呼ばれている先生の、そう、岡田ね、獣医、はい、さんから、獣医さんからお軸お化けと、ね、はい、呼ばれておりますので、はい、ありがとうございます。この献上のこの基本的な付き方だけじゃなくて、ここを当てると
もうマニアックな31の条とか22の条とかさまざまな素振りが実は載ってたりするなかなかこれも見れないですかね載ってないですよね載ってないですよねそうなんですよちょっと当ててみますかこれもこんな素振りも実は載ってたりするんですよねでそれももちろんスローもあります分かりやすいようにスローもあったりしますあとですね注目してもらいたいのはこれですこの QR コード当ててるとなんと阿部くんの最後に技が載ってます遊び心がこんなところにも、ね、ありがとうございますだから本当基本から応用そしてねいろんなマニアックな動画まで楽しめるという内容になってますよねはい、はい、そうです先生コラムもあコラムもなかなか今回なかなかこう合気道 その呼吸力とか呼吸法をなかなか先生に聞けなかったりするでしょ聞けないですよねあとその話題に触れることもなんかちょっとタブー的なことがありますよね、はい、でそこの内容についても真剣にその稽古を続けてて思ったこととか書いてます例えばね呼吸ナゲットが何ですかって言われたりなかなか、ね、呼吸法って何のためにやってるのって言ってもそもそも先生に聞けないでしょなかなか聞けないですね聞けないですしそうだからね、稽古してても何のためにやってるかって分かんない人多いと思うんですよなかなか言語化してくれてる先生もいないっていうのはそうですねそれはやっぱ話さないから、うん、質問されないから言語化されないで聞いてはいけない空気っていうのはね、なかなか武道の世界でありますよね質問してはならない先生がやったら絶対こうだよみたいな流れがあるので見て盗めみたいなところはそう見て盗めってでもやっぱり言語化することでその目的、ね、何のために稽古してるかっていうのが分かるので、はい、そこもまあ私なりの回答なんですけど一応そういうふうにその思いを書いてますのでそこもぜひコラムもね注目してほしいです結構の、ね、深い内容深い内容でしたぜひ読んでみてください皆さんあと海外指導についてもほら海外指導でねちょっと苦労した話が修行といいますか大変でした結構大変だったのでそのについても書いてますぜひコラムご注目ください、はい、あとアマゾンレビューを読んでたんですかアマゾンレビューねありがたいねなんかすごい熱いそのレビューってコメントっていうかねレビューありましたね、はい、ありましたね見ててやっぱ苦労して出した甲斐があったなと思いました なかなかやっぱりその、まあ、コロナ禍もあってなんか稽古ができない中でこう、まあ、先生の姿を見て合気道を続けられたっていう方もそうだから見てちゃんとね見てくれてる人がいたんだね、いや素晴らしいと思います。こういうね YouTube 活動だったりこう本を出すことでいろんな人にね勇気とかあとやる気をね与えられてっていうことができてすごく嬉しいですよ、ね、もうレビュー見るとねやっぱ出した甲斐があったいやでも良かったです、それね、嬉しいね、はい、ぜひ皆さんレビューもよろしくお願いしますはいということでもう美しい合気道絶賛発売中ですので皆様ぜひ、ね、ご購入してご覧いただければ幸いですこう美しい合気道、ね、合気道はやっぱ美しさっていうのもね魅力の一つだと私は思っておりますので皆さんに美しい合気道届けたいと思いますよろしくお願いいたしますよろしくお願いします今初めて明かされる美しい合気道の秘密難しい専門用語を分かりやすく独自に言語化 QR コードでいつでもどこでも動画が視聴できるこだわりの美しい写真と美しい動画臨場感のある解説動画全200ページで送る美しい合気道の全てがここに書籍美しい合気道角川より発売